こんばんはコモさんばはさです,すよろししくお願いまえいろんなニュースあるんですけど、ええ、あの明石市の泉市長が。あ めまあまあやめ,る、ね、あのめもう結局もうあの次の選挙出えへんっていうのでねで僕あの一回お会いしたいなってずっと思っててで僕もうカッとなる方やから <laughs> や喧嘩なるかもしれないいやいやそのそれがもうやめちゃうってなったのがねすごくまあショックで、あのー、僕黒谷ってやってるでしょ、ええ、それのスタッフが、うん ああのまあ、作家もそうですし、ええ、あのディレクターも実は明石なんですよ、うんええ、偶然、ええ、明石出身で。はい、でまあ、えーっと 一度ね、その関係で、僕も泉市長って面白いなと思ってたんで、僕、淡路におるんで、次回あるときに、市役所がどこかに行きますんで、どこかでお会いできたらみたいな。というのも、僕、前、番組で淡路市の市長の門さんのまあに、番組の企画でちょっと自分が作った醤油持って行ったりとか、そんなのもあるんで、やったんですけども。 やっあの周りが聞くとちょっと癖強いよってみたいなこと言われてあ泉さんがねでしょいや僕もだからそれは聞いててただ僕家たるみなんで近いね言うても近いからでもう周りの評判で言うとやっぱりすごいいいんですよあのあの父親からできたっていうので特にお母さん方ですかねそうですねええおっしゃるとおり子育てとかで実際明石市民っていうのはもう ものすごく増えたでしょ、ええうん、で子育てされてる子供たちのところには例えばシングルマザーであるとか、ええ、そういう方々にはすごくしやすくしたっていうの一方で、はい、一方で一方でですう一方で,ですよ。 すごくくきつくてだからまあまあ今回自民党と公明党の議員が暴言吐かれて、えーうん、自民党の人らからしたら、はい、もうあんなやつ、うん、いつまで市長にしとくねみたいなことがずっとあんまあだからまあまあ市民に対しての市長なんだから市に向けるっていうのは確かにそれはもう小室、うん、さんおっしゃる通り、うん、いい市長であるんですけども、うん、やっぱりあの。 一体といまあ小森さんなんかも子育て終わって今ね中小企業というまあ自分でね株式会社てんこ盛りのやってるじゃないですかほんならそれでいうとものすごい大変な時期ってってその時期のところで税金をぐっと上げられるっていうとなるとかなり厳しいんじゃないかなと思ったりはしますけどね。まあそうですね。でただまあそういうそのいろんな姿勢のね策とかっていうことについてはそれぞれまあ どっちかから見るいいうのでで大きな違いですよ、ねえーでまあ、どこの市でも多分それはあるわだと思うんですけど、えー、そ,すそのやめ方がね,ね結局前にも一回「言い付けてこい」って言ってまあそれは文脈で見ると市民のためにこの立ち退きをしてもらうのを諦めるなっていう意味合いだったんだけど、うん、そういう言葉を使って一回市長を辞めはってやり直しの選挙でもう一回出てきてその時にいわゆるアンガーマネジメントってやつですか。うん 6秒間、怒っても待ってみなさいと6秒間待ってもそれでも怒るんやったら怒り方考えて怒ったらいいけどカッとなったらあかんでそ、うんまあ、それはもちろんそうですよ、えー ただ、6年前にされたことを今になって思い出して腹立つときありますよね、人間って。それは年前だってね、それだって小森さん、女性がね、熟年離婚っていうの、よくちょっと古いことばかしら見られませんけど、今やったら70かな、昔だったら60、今やったら70ぐらいまで元気なんで、ただ、そのもうこいつ、弱りきよったなって。に パツンって着るのって結局女性が数年前にやられた例えば浮気であったりとかそういうこと数年前どこにでもいいですよ数十年前よこれいつも言いますけどうちの母親なんて死ぬまでうちの親の悪口出ますからねそれでもお父さん言われてもしゃあないしゃあないですよしゃあないけどじゃあ6秒で消えるもんかってあの怒りがねんていうの炎のようにバッとこるね怒り方もあれば その炭火のようにね、ずっと、ずっと怒ってるっていうのもあるんじゃないかなって思ったりはするすけ炭の人間が、だからそれ、多分小森さんの6秒なんとかっていうやつっていうのは、小森さんもばっと怒りやすいって言うけど、もしかしたら小森さんの怒りの炎っていうのは、なんか、なぜ石油とか。 ブワッと燃え上がるけど、そらもう沈下したらそこはゼロやと、あ,はい、あそこは、ね、すぐ忘れる、でも山火事なんてよう言うじゃないですか、うん、山火事なんか言って、ちょっちゃいりの擦れた、もうで枯れ跡、木がこすれたって言て燃え上がって大きくなる木もあるし、さっき言ったみたいに、炭のような、くつ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 燃えて、えー、もう気付つく時間かかるけど、うん、着いたらもう全然消えへんとか。うんこの 思いいって僕ね人間性の違いの違ような気がするんですよねあなるほどすぐ小森さんは、うん、まあ腹立っても「ごめんなさい」って言ったら「まあまあええわ」っていう人なのか「ごめんなさいええー、よそんなこと」って言ってもずっと残ってる人間っているんですようん、あねうちの相原さん相方相原さんは、えー、あのやられたことってめちゃくちゃ覚えてるタイプでそうですかあ, <laughs> あの人はあんまりこう感情で打って出,す出さないようにはしてるんですって自分でた、えー、だからね なんか自分の中で、あっ、あのああ言われたからだなっていうのを、十何年前のことでも彼は覚えてるんですよ、うん、僕は全然覚えてないことでなんか。割と女性的っていうか、まあ、まあ、まあ、だからその、まあ、言ったらそのその、そういうところで、まあ、どうなんですかね、また俺とは怒り方違いますね、僕もどっちかというと、一気にガーッて怒って、もうええわっていう、うん、どっちかというと感じなんで,、うん、でどっちが立ち悪いかというと、正直なし、うん、立ち悪さで言ったら、僕らのほうが立ち悪いんですよ。 そのパッなる方が揉めやすいですから、ばっと火つくということは、火つ出たーこいつって言って、こっちも火消火に当たるか、同じように火起こすかしかないわけやけど、その炭火で燃えてる人間って、火ついてるかついてへんか分からへんから、触ったらむちゃくちゃ熱いやんか、だからもしかしたら、今おっしゃってる泉市長っていうのは、 ガーッと燃えやすいい人ななったんかもしれないですね,、うんねでまあ、結果みんなやめんといてくれとかって言いはんねんけど、ええまあ、でも僕思うのは、まあ、彼は僕よりちょっと下なんかな、うん、でもまあ後を言うたって何年こうパワフルに動けるか分からへんのであの人が市長という立場はやめてもそういう政策をやっていく他の市長を作ったりそういう集団を作ったり他の町にもそういう子育てのことを広げていくっていう決断をしたのはうん、うん まあまあ、いつまでも、ねうん、やめんといてって言われたって、まあ、いつかやめるから、ね、いつかさら終わるもん,なんで番組と一緒でまあだから僕はさっき冒頭で述べたように、うん、市長っていうものに関しての質というものに関してね、うん、それは僕は市長で市民でもないんで言えないですけども、2つからの見方あるがあるというのがいいことと、とはいえ、 そうですね、あのーまあ、これは大阪のまあ橋本さんを別に褒めるとかいうわけじゃないけどうん、うん、橋本さん好き,好き好き好きな人も嫌いな人もおるかもしれないけどもうん、うん、市長の役目っていうのが、ええ、あのどの都道府県でもピンときてなかったような気がする東京都知事になったことちょっと違うかもしれないですけどかやっぱりこう市長になれば、うん、なんか市長っておるかおれへんか分かれへんみたいなが何年か前。そんな モさんね、やっとみんなニュース見てるから。見てるし、何かあればやっぱり伝えなければならないんで、勉強されてると思いますけども、政治家の、それは総理大臣であるとかね、防衛大臣であるとか、そういうのはテレビによく出てきますけども、早内市長、知事がね、バン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 出てきて、支張するとか、われわれが仕事してるのかという問いかけっていうのが。 あんまりなかったような気がせんでもないです、ね。まあ確かにそのボ踊り来たりとか、まあね、うん、そういうどっか学校行って表彰したりとか、そんなんはあるけれど、大体、うん、あのもうこの人が一回市長になったら二期でも三期でもずっと一試案っ,っていうことは多いから、でまあどこの党を推薦かだけで決めてたりだとか、であとはまあなんていうのもう得票率はあのず、えー、っと変わり はいもう三割とか、切るところもあるそうそうそれが別に橋本さんがまあ強引であるとかまああの言葉がどうのこうの荒いとかいうまあ松井さんにしてもいろんな人おるしみんなの中に泉さんもおってまあ河村さんもそうじゃないあ、まあそうですね民んでいこ選ぶ民間でいことなりましたけどただまあまの市民が市長知事 昔みたいに、うん、誰でもええやんとかいうようになってはないよっていう意思表示は作れたかなというのはありますねだから、コモさんがおっしゃるみたいに、うんまあ、特にまあ選挙あの、ね、国政というもの、うん、国政に関してって言ったら一票は大きいって言いますよ、うん、でもあまりにもマニフェストっていうのが大きすぎて、うん、でしかもそのやっぱりどうしてもあのこのピラミッド逆,逆三角形のラ、うん、ピラミッド 逆のプライベートの上の老人がい、うん、多いから、ええ、そっちに向けての、うん、ってなってるけどある意味市っていうのは自分どこの死にいっぱい人が入ってきてくれたら財政は上がるというか、うん、これも分かりやすい単純なことじゃないですか、ええ、だから市民になると、うん、こんだけいいことありますよとか、うん、道路広くしますよとか、うん、子育てにとか。はい もちろんそこに福祉もあるんですけども、も、うん、とはいえ、おじいちゃん、おばあちゃんがね、ええ、住み慣れたところを引っ越してくるっていうことは、まず考えられないわ、一番市民が、赤、うん、石市の市長が今、そうやってやったみたいに。うんうん うちの市に住んでくれるとこんだけの特典があったりだとか、うん、まあ子育て支援できますよっていう、うん、まあ今のこのリモート、まあ、コロナになってみんな苦労してるけどもコロナ禍の中でリモートというのでできるんだ仕事がってなったら別に山形県おろうがねはい、はいまあぶ,ぶっちゃけた話島根県の山奥おろうが<ー>なんとでもなる可能性はないん。 ことはなないいじゃないですかワーケーションとかっていってね、うん、だからで市長っていうのが、うん、あの本当に市長、村っていうのものが、うん、今,今、このコロナ禍でこそ人間って、小門さんも前言ったかな、なめ,めめに人の話っていうのはこう消えちゃって、うんあのー、その時は怒ってても、事件、事故っていうのはどん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 、えー、れて消費していっちゃう,う人間の。うん 特に日本人というのは多いということで、あんなるならばね、今、コロナ禍でちょっとコロナも落ち着いてきて、昨日も南波の街行きましたら、もう人いっぱいです、インバウンドすごい入ってきてましたよね、これはわれわれ大阪人としても助かりますが、さて、ここで地方集中型と言われてるね、どん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 若い子とか都会出てくるところを取りとめて。 止めようとする動きがもしあるならば、うんうん、ある意味、このコロナ禍っていうの,の中で、リモートでできる会社の会社員がもっと広々と、うん、もう大阪、東京に住むったら、そのな必見は大変やでと。あね、あそれはそうですよね、あとはあの村上様に、えー、とヤクルトのね、はい、で56本売って、3億円の家をプレゼントする、えーうん、って、でも都心で3億円ってた三30坪です。 30坪あるかないか。だから、大阪でいうと、汗やね、その辺にあの言あるいけどけど、何五15連立ててたの牛乳パックみたいなのあるから、たまにああいうもんですよ。それは、それは、プレゼントされても、それ、客見たら、固定してたんで、あの人ぐらいになったら、それは永遠かもしれないけども、それはもちろん有名あるから、その話はいいとしても。 なんかね、僕もしあのサラリーマンで。うん、まあ、あのリモートほとんどやるたら、もうほとんど青い島いると思います。ああ、そう。やっぱり空気違いますよ。<ー>やっぱりあの、ゴムさんもここにおるのと頼みにかえんのね。頼、えー、みなんか海、おみ、おみもあるしね。うんうん 虫の音がね、ゃゃそれが家帰るとやっぱり、ね、すごく気持ちいいだからね、国も進んでね、ええまあ、これは国が言うかどうかは別としまして、あ<ー>まあ市町村もこう今までにやってる従来のやり方ではなくて、うん、誰かの真似するんではなくて、うん、やっぱり例えばですけど、うちのところから車で、ね、15分あったら、ポータルがすごい綺麗ですよって言ったら、うんうん 今ね前もちょっとこの僕の黒鳴りのラジオのほうで言わせてもらいましたけども、うん、この時期っていうのは本当に自殺者が多くなってきて、えー、死ななくて、のが環境的に死んでしまう、死んでしまいたい環境って、あるありますね。うん、やっぱりそういうのを考えたら、なんか今おっしゃってみたい、明石町はもう、うん、だって明石って実は遠いなってイメージ、僕らは、大阪人あ。大阪におったらね、大阪人はね。 俺海賊で言ったらもう一時間かかれへんか<分>、ええ、ねうちの,その厚生サッカーの村井っていうのが、ええ、もうみんなで一緒に飲む仲間なんですけど、うん、どんな時間になっても帰れるんですよ <laughs> でお前よう帰ってんなとでも僕僕黒田さんこれ乗り遅れたら、はい 1万3000円なんです、家までって。多分万円住ん、それはもう昔やから。こっちで、こっちは5000割みたいな。ああ、それか。向こうから来ず、だから彼はたまに姫路までね、用手飲んで、明石から姫路まで行っちゃって、姫路から明石が2万円ぐらいかかる。ああ、分かる、それはよう分かります。あの、明石、大阪は5000円、たら半額なんですけど、神戸は5000円がないから、もう断トツに違うです、だから、どうしても目開けと横と出馬でするんやけど、やっぱり、用いとい 電車の水晩にクで寝てしまって月に2回は4万ぐらい払ってるらしい。でいうのも西明石泊まりに乗れなあかんねん。ほんなお前なって言うた時彼ねその男の子はって実家がジュースやったらジュースを家帰ったら次の日朝別の起きて仕事行ってまた帰ったええやんっていうでもやっぱりその。 海の聞ここえるるところに帰りたくなるって,言うてるんですね、うんうん、それは僕も気持ち分かるんですようん、うん、僕ももし淡路島まで、うん、まあ車で30何分やとか、えー、まあ自分で車運転せんねとか、えー、まあバスでとか、うん、まあもしあんねやったらって思いますけども、うん、やっぱりまあそういうわけにも仕事から行かないんですけどもねうん、うん、でも今僕がまあ淡路に行ってあの例えば。 なんんんてううですすかかねねちちょっと気持が違よだから今一戸建て建てんのにもうローン地獄に追われるわとかいう人ってまあそりゃ通勤のこと考えたらあれやけどってものすごいと思うんですよで僕のねマンションの隣のね喫茶店あるんですけどその喫茶店のおばあちゃんのご夫婦でやってらっしゃるんですけどなんとコモさん名張から毎日通ってるんですよ。 ええああまでもそうか、一時なばりから、うんそうはね、あの見えも見えって思うと、もうすごい奈良超えてってなるけど、意外に近いんですよね、近日の休校。特急乗ったら一時間、まああの新快速でも、新快速でもな、快速の休校から、もう一時間。だからまあ、なんていうんですかね、まあ歩く運動にもなる、もうお年ちょっと目してあるんですけども、でもやっぱりまあ。 お父さんがそんなお酒飲みはれへんていうのもあんのが一個あるのかもしれないですけどもやっぱりそのこの2人とも山口県出身なんで山に慣れてるからゴミゴミした町っていうどうしても慣れないんですっていうことであなるほどねって僕なんかとはまた意見違うと僕はもうずっと大阪の下町で育って大阪の市内住んでもう田舎住みたいなと思って田舎うでもそんな田舎暮らしもしたことがないから出た淡路島のまだまだ人が多いこで引き決れたんですけども。 だからもしかしたらその都会で疲れてね、うん、田舎から出てきて疲れてる人って、うん、かとはいえ、実家はちょっとっていう、うん、夫婦、嫁はもるしっていうのやったら、うん、そういう考えも大阪やったらありじゃないかなと思います。あで今、まあ、ちょっと前僕らがたるみに 家ね親父が買うて行った時っていうのはもう言うたってもう30年40年前あの頃はもう都会の狭いところにいるよりは一戸建て庭付きでっていうのが夢でしたでもそこから今この天禄もそうですけどめっちゃタワーマンションとか建って梅田まで歩いて10分で行けるっていうようなことが価値になったんだけど多分もうそれ今変わってきてる変わってきてる住んでらっしゃる方にもあるけどねやっぱり人間って今 飲食店の友達多いけど、9時以降にほんまに人入れへんと、若者はそりゃ騒いでるけど、40とか3 5後半の人はもうね、お金も尽きちゃうし、だからもうそれ慣れちゃって、家で飲むのがね、もうこれ、経済的にはよくないんですけども、ただ、もう9時に閉めちゃうんだという、電気代人件費で持ってるの、店多いね、店ゃくちゃ多い。ということは。 今まで10時、11時まで飲んでない人間が、もう9時までにしてるってことは、2時間あるわけだから、この時間を、うん、まあ流行を利用して、ちょっと足を運んで、えー、奈良であるとか、うんまあ、和歌山であるとか、えーまあ、そ神戸であるとか、うん、神戸でもね、そのとと都会のほうじゃなくて、ちょっと離れて宅とかね、うん、で そういうところに住むということがステータスであるんだよっていうのをもっと市町村、うん、これが今、市町村がやるべきことで、うん、まあ唯一賛否はありますけども、実際、明石市っていうのは人がむちゃくちゃ増え,ました,増えた、増えましたで。活気づいております、うん、あの魚の棚、魚の棚とか言って、あれも土日になったら人は歩けないぐらいです。 一つ、どういうことの賛否あっても、人が、まず人を増やさないと、経済も回らない、それが今まで国全体じゃなくて、これね、小室さん、ごめんなさいね、俺ばっかり喋って、いえいえいえ、うちのね、あの、兄貴が迷ったかもしれないけど、明治なんですよ、明治政活、元明治政活、今、明治の、ね、もう、あいつ、あいつって言うの兄貴やこれやけど、もう、定年退職なんですよね、多分、来年かぐらいなんですよね。 その兄がマーケティング部にいたんですよマーケティングたらいろんなどこ調査するんですよね。で兄貴と飲んでる時ちょっと聞いたんやけど昔は日本のものっていうのが流行ったんですねお菓子でもメイドインジャパンメイドインジャパンですって国内でもそれが流行ったそれが僕らが兄らが子供の時だと自分らが入社した時はバブルがちょっとあったんでということはそれが海外のイタリアとの広くなったんですよ。 バブルが始めてリーマンショック来た時に、急にぐっと縮まって、山形県の何々、京都の何々、県庁所在地に変わって、県庁所在地、都道府県の名称で変わった熊本の例えば、なんとか味とか、ああ、なるほど、ああ、確かにそれはもう、同じポテトチップスなんかでも、だから、例えばですけど、なんか明治のなんか出ました、新製品です、おスナック菓子です。 熊本の何々味例えば赤牛っていう名の赤牛味とか京都で言ったら抹茶味とかそれが流行ってたそれがずっと続いてたんですけどもここ近年になってね蝶に変わったんですよ。 もっと狭なったもっっと狭ら味大阪で言うた東大阪味ってそんなねじの味しかない例えばそれは兄が言うても大企業ですからその作品に変わったと。なるほどということは人間もそれにあれしててね今まではどの県に住みたいとか言うてたんがいやいやそれどっかの市どっかの町そこには町長がいて市長がいてということで考えれるならその人 今でこそ大きな声で人口は少ないけど若い子にもっとうちのとこ寄ってくださいとか観光してくださいとかいろんなねことの発信を。 していたただけしかも今 YouTube があっていろんなことで何が爆発するか分かれへんやんいやほんとにしかも若い子が見てるんやからあのほんで山口県の何阿部町阿部町消えるてはよ今からやらんといやほんまあんなにええやついかあったのにそうやねあのね言うたら悪い悪の部分を全員にするっていうことは大事やから叩かれるかもしれんよ叩かれるかもしれんけど叩かれ方かって若者面白いと思ったら買ってくれねん買ってくれたら財政儲かんねん財政こんだけ儲かりましたって 言ったら、うん、市民は何も言わんのよ。そうじゃ、ね。市民はそのもう4630万以上の税収になることを考えな。あんな面白い話ないのにないやほんまにねえ<あ>ねえ。いやでもあの後あのあでも実は道の駅が4630ゼット僕が言うてあかん言うたのに。 作りよったんですよ。いやいやいや。だか<ら> <laughs> 何本かもらえなさい。いや,いや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 。あれやってるのはやつ。や。おね<た>あの住所書くとこにね。<laughs> 阿武町ね。<laughs> 住所ここに書いてます。あの郵送もできますってい書いてここシカッコして。<laughs> あなたの元に届くかわかりません。<laughs> <laughs> <laughs> 別の人のところで行きかもしれません, <laughs> んちょっと遊び心で <laughs> そういうのをね、結局 <laughs> <え>あのいつも言いますとマイナスのことがプラスになるうん、うん、プラスのことはねやっぱりプラスにだけは働かないんから、プラスのことっていうので、うん、どっちかというと記憶から消されやすい、でも。 人間って偉いもんでね、ええ、他人の不幸は蜜の味、マイナスの味がね、ずっとしみしめおるから、それをもわざわざにしてこうね、こうね、じるということにやればいかがやろうっていうのでます、ということはまあまあ、証のことは証しのことで置いといて、他のところももっとなんか、それぞれの特徴でかけてやってみたいよ、ね、そうですよ、うん、でこれね、こんなん調子乗ってたら、大阪市かってね、大阪市も財政運なんじゃないですか、ええ、で東京が東京がって言うと、それは勝てないかもしれんけど。 全部勝てててっ言ないですよそれ、例えばこんなちっちゃい C が東京都に勝てるわけじゃないですか、でもたとえ10%でも、こんな10%もありえまあ5%もええから、なんかで勝ったっていうことをねみんなでやらんと、それは日本の国なんか回れへんじゃないかなと思なんかそれ、ランチェスター戦略って言うてらしいですよ、なんでもええから、なんでもええから、狭いところにして。 そそこで一番になりますだって、さっき僕の野球知らん、僕でも村上様って、ニュースやってるでしょ、ヤクルトって、そんなに別にメジャーなセ・リーグなんゃ関西だったらね、でもやっぱり強くなったらファンは増えるんですよね。っていうことでしょ、なんでそんなに別に村上君も初め欲しいわけじゃなくて、1位は清宮君やったやつを、二位指名で悔しい思いだからこそでじゃないですか。 このの位になるっていうの、ねうん、誰かじゃないですけど 2>,、はい、2位ではなめやけどもうん、うん、目指して2位っていうのはよく言いえいいいと思います 1>, 1位が東京やから2位になろうっていうんじゃなくて、うん、1>, 1個のこの全部1位に立ててたまるかっていうね。うんうん なんか気合いが田舎の方とかその財政難をさ、うん、持ってる方にはあれですよね、ねえでなんかやっぱり新しいことやりましょうよね、そう新しいことやれなかったら、らほんまにさっきの阿部町なんか、小茂、うん、さんの意見聞いといてケーですよ、そ,んな <laughs> そう、うん、結果よければすべてよそうですね、はいはい、ありがとうございました。<laughs> すいません